はい、今日もポケモンカードやっていきたいと思います。なんかアップデート入ってたんですけど、なんか変わったんですかね。カード増えたのかな。なんかダウンロードし直しになってね、結構時間がかかりましたけど、なんか変わったんでしょうか。よくわかっておりません。さあ今日もね、ミライドンでやっていきたいと思います。さあミライドンのね、希望の星になりたいですね。なんかあんまり、ミライドン活躍してんのかな？どうなんでしょうね。なんか出た当初はね、めちゃくちゃ使ってる人いたんですけど。うん。まあやっぱロストデッキとか、サーナイト系が多いのかな。さあ、なんか自然に先行取っちゃったんだけど、いいのかな？まあいいでしょう。さあ、ちょっとネストボール打ってきますか。まあ、ライコーでも出しておきますかね。で、まあ、タンデムユニットで。そうですね、ここ出しといて。で、もう一発出しておきますか。どうですかね、ゼラオラ出すと、まあでもゼラオラも出しておくか。まあこんな感じでいくか。まあミライドに貼りますかね。お、いいね。うん、なんかひっくり返すかな。まあ瞬速使ってもいいか。瞬速使っといて、これでターンエンドしましょうか。さあ、ギアルが3ですね。いや、なんかついついなんか考えてると無口になっちゃうね。あ、そうそう、ライコーのさ、なんか新しいの出ましたよね。見ました皆さん。なんか首長ライコーみたいなやつ。なんかあんま詳しくないんですけど、あれだよね、ポケモンの、まあなんかあの、拡張のやつですよね。ライコーの首が伸びるっていうね。謎の進化を遂げてますけど、なんか新しいポケモンもいっぱい発表されてたみたいですね。まあ、詳しく見てないんで、なんかツイッターで流れてきたのをチラッと見ただけなんですけど、なんか面白いですよね。ポケモンってなんか最初出るとき毎回なんだこりゃみたいな感じだけど、そのうちしっくりきますよね。不思議。さあ、おー、これディアルガに磁場コイルでシンプル加速してくるパターンのやつですかね。まあいいんじゃない？割といい気がするぞ。さあ、どうするかね。まあ、基本的には、ディアルガを買っていきたいけどね。ギガマグネット使ってくる前に。いや、でも、ギガマグネットだっけ？まあ、ギガマグネットの出来かどうかまだわかんないですけどね。普通に、まあ、多分ギガマグネットですかね。お、いいじゃん。ベンチコート引いたやん。とりあえず瞬速使っちゃう。ああ、ネストボールか。いらねえな。ちょっと入れ替え使っちゃいますかね。ライコーに貼っとくか。
うん。で、入れ替えといて。さあ、どっち差し出してくるかな。まあ、でも多分コイルか。いや、でもコイルさ、ディアルが飛ばされるのもきついか。どうなんだろうね。正直きついと思うけどね。どっちも嫌でしょうね。コイル2枚ぐらいでしたら、なんかまあ、どっちかのコイルね、差し出せばいいんですけど。まあ、ギガマグネットだとデッキが事故って、エネがいっぱい入ってる可能性もあるんで、まあ、それだとね、ちょっと、悩みどころじゃないですかね。うん。さあ、悩んでおりますね。究極の選択ですよね。自分だったら、とりあえずコイルかな。リアルがなんだ。2枚くれるわけですね。まあいいや。2枚くれるならくれるで。博士打ちます。あ、いいですね。まあエレキジェネレーターも使っといて。いや、引き強いな。申し訳ないわ、なんか。よし、じゃあこれ殴りますか。さあ。これは勝てそうな感じがするな。さあ、ボスもあるんでね。次。好きなやつ引っ張ってきて倒せるんで。まあ、進化してたら、そうだな、ジバコイル行くかな。雨で進化してたら、そうですね、ちょっと厄介なんで。あ、でもエネ張られるのか、その前に。どうですかね。まあ、でもそうなってくると、おそらく、ディアルガが、進化できてないディアルガなんで、そっちをボスで引っ張ってきて倒すって感じですかね。まあ、結構なんか調光する方みたいですね。まあいいんですよ。自分の時間なんでね。全然使っていただいて。あ、ここで、投了ということで。はい。ありがとうございました。うん。まあ、なんかちょっと自己理気味だったのかもしれないですね。さあ、もう一戦やっていきましょうかね。ちょっと短かったんで。もう一戦ぐらいやっておこうかな。やっぱ安定感ありますよね、ミライドンは。やっぱ安定するのが好きですね。まあ、そのサイドレースというか、なんかそのサイドの取り合いになった時に、まあ、ちょっと負けることはあるんですけど、まあ、安定してね、デッキが攻撃できるので、まあ、そこが好きですね、僕は。まあ、なんか事故ったりとかもあんまないんでね。とりあえず、ミライドンが出せれば、なんとかなるみたいなとこありますからね。いや、強いよ、これ。踊り鳥。踊り鳥ってことはこれ、もしかしたら、ミュウ？もしかしなくてもミュウか。ミュウっぽいなぁ。ミュウですね。おそらくミュウですね。いやー、ミュウはね、強い。正直、ワンパンできないから、まあ、ワンパンできるやつの方がいいんですけどね、正直言うと。ターン、そうですね、これで一回ターンエンドしてみましょうか。まあね、ミュウはね、なんかずっと俺のターンみたいな感じなんで、それが厄介ですよね。あー、バトルビップバス。これは上振れですね。
いやー、そうだな。ボスとかがあればね。いや、これ、高1メロディアス以降来んじゃない？いやー、高1メロディアスエコーはきついな。そう、高校1ターン目でね、殴ってくるんですけど、まあ、多分ね、いきなり、ミライドン飛ばされちゃうんじゃないかな。で、ミュウ進化して、いや、強いな。雪道ないときついんですよね。久々だな、ミュウと戦うの。まあ、ミュウが出てた頃は結構自分もやってたんで、詳しくはあるんですけど、むちゃんこ強いですよね。雪道がね、まあ厳しいっていうところがあるんですけど、そこだけですかね。ミュウが前だな。もしかすると殴れない？なけないか。ゲノセが。なんだ。手札、そんな使わないのかな。エネルギー、張ってく。なんだ、いきなり、ん？前倒せるけど大丈夫か？前倒せるけどな、多分。まあ、一回。うわぁ、引けない。引けないとなってくると、いや、これはまずいな。うわー、これはまずいな。引けないのはきついな。ハイパーボールで、そうなんだよね。ベンチも飽きないし。いや、どうする？ マジでどうする？これ。困ったね。手張りしていくしかないんだよね。いや、これ終わってるな。これは終わってるわ。さすがにこれ進化しちゃうからね。そうなんだよね。いや、これ前倒せたらね、いけてたんでしょうけど。いやー、エレキジェネレーター1枚も出ないとかあるんだね。ライコーに貼っとけばよかったですね、エネをね。ライコーで普通に倒せたんで。いや、これは大失敗。これは大失態ですね。いやー、そっか、メロディアスエコー打ってくるのか、普通に。メロディアスエコーと、そうですね、ミュウの技で、何でしたっけ？サイコジャンプだったっけ？これでね、傷がついた時に逃げれるんで。いや、これはきついな。ちょっと勝ち筋見えないかもしんない。テオキシス。なんかいろいろ入ってるんですね。いや、そっか。これちょっと負けちゃったかな。さすがにね。さすがに無理だよね。250、280までしか攻撃力上がんないんで。そうですね。レジエレキが3枚入ってたら、まあ、ワンパンできるんで、いけるかなって気がしたんですけど。まあね、レジエレキ2枚しか入れてないんですよね。実は。なんだなんだ。怖い怖い怖い。不思議な攻撃の仕方。まあそうなるよね。まあ逃げて。これ倒されちゃうんだよね。まあこれはちょっと勝てなさそうかな。
まあベルトつけてるけど特にって感じかな。いやこれはちょっと投了級かな。なんか勝ち筋があんま見えないんで、まあこれ前飛ばされてほぼ負けかなって感じなんですけど、メロディアス以降で倒されちゃうもんね。21なんで、7321でね。そっか、この10ダメが効いてくるわけか。そっか。まあ、一応もうちょっと粘ってみますかね。ちょっとネオラントで、まあ、博士かなんか持ってきて、もうちょっと粘りますか。もうちょっとだけ粘ります。さあ、どうですか。いやー、マジで、エレキジェネレーターがあそこで不発に終わるとはね、さすがに1は引けると踏んでたんですけど、まあ、ちょっと予定が外れちゃいましたね。ちょっと粘りますか。ちょっと前倒せそうなんでね。前倒せたらチャンスはあるか。これはさすがにネオラントだね。ルミナスサインで、まあさすがに、いやーどうだろう、さすがに博士かな。でも進化させといて、いやどうしようかな。エレキジェネレーター、30ダメージプラスだから60か。まぁ、ちょっと打ってみますか。1枚。まぁ、ここ逃げるしかないんだけど。そういう感じ？ああ、これは厳しいね。まあ一回ちょっと壁役と言いますか。あ、でもこれ倒せるのか。お、これちょっとでも勝機見えてくるかもね、一気に。サイド3枚ですからね。うわー、なるほどね。エネが、こんだけサイドに行ってたからか。ちょっとついてなかったかもしれないですね。ただまあ、あとサイド3枚なんで、とりあえず、そうですね。そっか、レジエレキで攻撃力が60アップしてんのか。それは強いな。ジェラオラで取れたのは大きいかもしれないですね。さあ、ベンチいっぱい並んでるんでね、ライコちゃんもかなり攻撃力が上がってるとは思うんで。何歩ぐらい出るんだろう、全然わかってねえや。お、ゲノセクト、壁ですね。さあ、どうですかね。相手4枚なんでサイドが、まあ大丈夫かな今のところは。
ゲノセクト取ると、あとはもう何でもいいんでね。お。これさすがにライコを取られちゃうか。あ、違うわ。カード入れ替えた。なんか急に勝ち目が出てきて、やる気がメキメキと上がってきましたね。それに合わせてね、口数も増えてきましたよ。さあ、ライコを手張りで、ゼラオラ逃げてライコで殴るか。うん。まあ、それが一番いいかな。はいはいはい。穴抜けね。まあ、穴抜けを使う必要はないかな。これで、そうなんだよね。これ逃げといて。うん。で、ボスがあるんでね。まあ、ぶっちゃけ踊り通りでもいけるわけですよ。うん。さらにね。よしよしよし。運気を向いてきたぞ。どっちになるかな。まあ、でも。こうしときますか。さあ、これで殴っていきますかね。はい。ということで、見事にね、大逆転勝利ということで。いや、かなり危なかったな。いや、正直、なんか、まあ、ミスではないんですけど、ちょっと運が悪かったっていうところもあって、苦戦しましたけどね、なんとか勝つことができました。はい。